オランダ料理、オランダ料理、オランダ料理は、漁業及び作物収穫量と家畜を増やすための土地の工作を含む農業の実践、歴史によって形成された。オランダの食事は、伝統的にパンとニシンを主とする。18世紀にジャガイモ、16世紀にスペインにより、ペルーからヨーロッパに電波が普及し、1800年までに主要な食品となった。 オランダ料理は歴史的に北部フランス料理と関連が深く、オランダの伝統的レストラン及び南部地方の料理に未だ残っている。15世紀に高級料理のコースが始まり、上流階級にほとんど限定されていたが、17世紀以降にこのような様々な種類の果物、チーズ、肉、ワイン、及びナッツからなる料理が裕福な市民にも広まった。 国民の料理は20世紀のオランダの困窮時に非常に乏しくなった。大衆教育が始まると非常に多くの女子が新たな学校、ヒュイシャザクル、火星学校に入った。そこでは若い女性が家庭内労働者になるための訓練を行い安価な料理と質素な食事の実習が主な教科内容であった。より伝統的なオランダ料理をもとに手順が 少しずつ変わることが多かった。今日の料理本では、オランダ料理は3つの一般的地域に区分される。オランダの北東部、おおよそ、フローニンゲン州、フリースラント州、ドレンテ州、オーファーアイセル州、および、大河川地帯のヘルダーラント州北部に該当する地域において、オランダ北東部料理形成する。この地域はオランダで、 最も人口密度が低い場所であり、歴史的に最も発展が少ない地域でもある。大規模農業が遅れた18世紀ため、多くの種類の肉料理が一般に知られるようになった。相対的な農地不足により、ジビエ、畜産が豊富であり、フリースラント州、フロー人間州の沿岸部及び、オーファーアイセル州のアイセル湖沿岸では魚もまた豊富である。オランダのソーセージ。 メトボルストの一種である様々なドライソーセージがこの地域全体で作られ非常に強い風味が高く評価されている。ほとんどの町や村には地域独特のドライソーセージがある。この地域ではまた伝統的な燻製ソーセージが生産されヘルダーラント州のロークールストが最も有名である。これらのソーセージは伝統的に木材のチップで燻製され茹でて供される。 このソーセージには多くの油が含まれ肉汁が多い。大きいソーセージはスタムポットやヒュッツポットまたはズールコールを添えた料理として小さなものはストリートフードとして食される。この地域はまた多くの種類のペーストリーやクッキーの産地である。柔らかくしっとりとしたオランダ南部料理とは対照的に北東部のペーストリーは食感が硬く。 生姜や肉片で強く風味付けさている。クラウドクック、フローニングエンクックなど、フライスックダムックスや小さな甘くないパンケーキ、スペックリックを含むが典型的とされる。アルコール飲料については、この地域ではベーレンブルグのようなビターズや、度数の高い酒が、全国で一般的なビール、ジェネバを除くよりも多いことで有名である。北ホラント州。 南ホラント州、ゼイラント州、ユトレヒト州、およびヘルダーラント州のベートゥベ地方がオランダ西部料理が作られる地域を形成する。この地域はゴーダチーズやライデン、クミン、イリノチーズ、エダムチーズ、伝統的に小さく丸い形、レアダマ、ベームスター、ベームスターカンタクチ地産といった著名なチーズを含む多くの製品、北ホラント州のザーンスタット近郊におけるマヨネーズと、 マスタードで知られている。ゼーラント州及び南ホラント州では大量のバターを生産し、他のヨーロッパ地域のほとんどのバター類の乳脂肪分、総量よりも多くの量である。バター生産工程の副産物であるバターミルクもまた、この地域特有と考えられる。日清、生食用、ムール貝、ヨーロッパウナギ、カキ、エビといった。 魚介類がこの地域特有で広く食されている。白身魚を小さく切って衣で揚げた料理、キベリンは地域の名物であったが、全国的なファストフードとなった。この地域のペーストリーは柔らかい傾向があり、キャラメル、粉砂糖、砂糖漬けのいずれかで多くの砂糖が加えられる場合が多い。現在のオリーブオーレミアゼウスボールスが良い例である。 クッキーーーも数多多く作らられ、たっぷりりののバターや何らかのフィリンング、主にアーモンド入りである場合が多い。この地域で伝統的なアルコール飲料はビール、度数の強いペールラガーおよびジュニパーで香り付けした強いスピリッツのジェネバである。伝統的なオランダのアルコール飲料の傾向に対して非常に例外的な卵、砂糖およびブランデーで作る濃厚でクリーム状のリキュール、 アドボカートはこの地域が原産である。オランダ南部料理は、オランダの北ブラバント州、リンブルフ州、およびベルギーのフランデレン地域の料理で構成される。多くの濃厚なペーストリー、スープ、シチューが有名であり、中世のネーデルラントを支配し、その卓越した響き縁で有名な裕福な、ブルグント族宮廷に由来するオランダの制服、バーアンディアンと呼ばれることが多い。 オランダで高級料理が発展した唯一の地域であり、伝統的オランダ料理レストランのほとんどの基礎を形成した。その一つであるメインコースでは豚肉や牛肉の高級部位、ビーフストック、バイフストック、サーロイン、カルケンスハース、バーカンシャス、豚ヒレ、オッセハース、アッセンホス、牛ヒレが様々なソースと伝統的なオランダ、または ベルギー風に二度揚げしたジャガイモを添えて供される。玉ねぎ、牛肉及び濃いグレービーで作るワーテルゾーイやハーシェのようなシチューには多くの風味が含まれ長時間の調理を必要とする。濃厚に味付けしたストックやブイヨンで作る野菜スープは様々な種類の野菜とともに小さなミートボールの具が一般的である。アスパラガスとビットルフが高く評価されており。 伝統的にチーズやハムと共に食される。ペーストリーは豊富であり、クリーム、カスタード、または果物の濃厚なのフィリング入りであることが多い。リンブルフ州のフラーイアブラバント州のモールコップ、ムーアコップとボッシェボルといったケーキが典型的なペーストリーである。甘くないペーストリーもあり、ボルストブローチェ、ワーステンブルジャー、ひき肉ソーセージを巻いたパンが、 最も人気である。この地域で伝統的なアルコール飲料はビールである。トラピストビールからクリークまでの多くの地域ブランドがある。フランス料理のワインと同様にビールもまたシチューの調理に使われる。オランダの農漁業,業は大おおよそ5つの分野、工作、温室、果樹園、畜産、漁業で構成される。オランダでは朝食と昼食の相違は少なく、 共に、様々なコールドカット、冷肉ブリーズワレン、チーズ、およびハーゲルスラハ、フロッケン、マウシエスといった甘いトッピングで構成される。チョコスプレッド、トリークル、濃厚、で濃い茶色のシュガーシロップで、ストループ、ストロープと呼ばれる、ピーナッツバター、甘くない、コンフィチュールも人気である。オランダは、乳製品、特にチーズが有名である。オランダのチーズの大半は、 セミハード、またはハードチーズであり、ゴーダチーズ、エダムチーズ、ライデンが有名である。典型的なオランダのチーズ製法では、最初の工程で、ハーブや香辛料を加える。有名な例は、クローブ、フリースラントのナーヘルカース、ナガルコス、クミン、ライデンチーズが最も有名、またはイラクサである。オランダのパンは、酵母生地で作るため、 非常に軽い傾向がある。1970年代以降、オランダのパンは主に全粒粉で、ひまわりやかぼちゃの種を生地に加えるようになった。ライ麦パンは、オランダの密度が高いパンの一つである。白パンは高級品であり、水と牛乳を加えて作る。フリースラントの高級白パンはサユカーブロートであり、生地に大量の砂糖を加えて作る。ケルストストルは、 伝統的なオランダのクリスマスパンであり、砂糖、ドライフルーツ、レーズン、レモンやオレンジピールを生地に加えて作られ、薄切りしてバターを塗って食べる。朝に朝食は取らずに何か食べる場合は、有名なオントバイトクックを食べることが多い。通常小さく切って供され、濃厚な美味しいオランダのバターを塗ることもある。オランダでは、コフィテート、コファティド、 コーヒータイムに友人を招く。10時と11時の間、昼食前及び、または午後7時と8時の間、夕食後に、コーヒーとケーキ、またはビスケットを供する。オランダでは1日中コーヒーや紅茶を飲み、ビスケット1枚を添えて供されることが多い。オランダでは1杯のコーヒーに1枚のクッキーという、規則の契約が有名である。この理由は、プロテスタントの精神と、 オランダ北部の教育法が考えられる。伝統的に南部のローマカトリックはこの習慣を持たない。リンブルフでは訪問客にフラーアイ、フィリング、入りの甘いパイ、またはペーストリーを八等分して教する。有名なオランダの椅子は偽不明では1940年代後半に当時の首相ウィリエム・ドレースの妻がアメリカ合衆国外交官に コーヒーとビスケット一枚を供し、マーシャルプラン、欧州復興計画、第二次世界大戦後の西欧諸国の強固な基盤を再構築、作成するためのアメリカ合衆国の使用計画が十分に援助されたと言われている。カフェオレも、また非常に普及している。オランダではコフィーベルキールと、またはコフィーフェルケード、コフィーバーキード、間違った方法の濃ーの意味と呼び、 コーヒーとホットミルクを同じ量にして作る。オランダでは紅茶にミルクは入れず、ミルクを加える典型的な英国式の紅茶よりも非常に薄い。他の温かい飲み物には、クワスト、クワストと呼ばれるホットレモネード、レモン果汁のお湯割り、アニスミルク、アニージェイズマルク、アニス入りホットミルクがある。秋、冬にはホットチョコレートや チョコレートミルクが非常に人気である。アニスミルクやクバストを飲むことはほとんどなく人気は失われている。夕食は国際的に標準の時間より早く供され夕方6時頃に開始する。旧式のオランダの夕食は一つの質素なコース、豆、またはジャガイモ、肉と野菜からなる。伝統的にジャガイモと多くの野菜と少量の肉とグレービー、または ジャガイモと野菜シチューが供される。典型的な伝統的オランダ料理には、スタムポット、他のマッシュした野菜と混ぜたオラダのマッシュポテトと、エンドウ豆のスープが添えられる。添え料理として供される野菜シチューには、例えば、ローデコールメット、アペルチェ、ローデコールメットアパルチス、赤キャベツとリンゴ、または、ローデビーテン、ローデビーテン、テーブルビートがある。シチューでは、 通常香辛料のローリエ、ジュニパーベリー、クローブおよび酢が使われる。支柱には、ターフェルジュール、トッファロージャー、ミックスピクルスや、ジュールズルと、ズレズラと、ヘッドチーズやストーフペーレン、ストフパー、洋なしの甘みが添えられる。諸外国料理の流入により、伝統的な食事の人気は失われている。スタムポットは、伝統的に冬に食される。前菜がある場合、 通常スープが供される。コースの最後は甘いデザートであり、伝統的に加藤ヨーグルトや薄いミルクプリン、ブラ、牛乳、と、カスタードで調理が供される。以下の料理は一般労働者の食事として歴史的に発生した料理である。17世紀から19世紀の労働者は農地、または工場の暖房のない部屋で10から16時間働いたため、 これらの食事は労働者の活力を補給するように非常にカロリーが高く栄養がある。広く知られるオランダ料理は以下の通りディナーテーブルに供されるもう一品は非常に濃厚なエンドウ豆のスープスネルトゥでメインとしても前菜としても供される伝統的な冬の料理である。スネルトゥは非常に濃厚なとろみがあり具には豚肉やロークウルスと 燻製ソーセージの細切れが言っており、スープというよりまるでシチューのようである。オランダのエンドウ豆スープのとろみは良い。エンドウ豆スープにはスプーンを立てることができると評される。この料理は、調理後に燻製したベーコンの一種である、カーテンスペック、カッタネスペックをトッピングして、バターを塗ったロッヘブローとロガブルード、ライ、麦パンを添えて、強する慣習がある。このスープの肉はまた、 大、麦パンに乗せて、マスタードを添えて食する。肉料理には、ミートボールのヘハックトバレン、ジーフットボーラン、ひき肉ベーコン巻きのスラービンク、レバーソーセージとミートローフの一種であるバールケンブリー、がある。肉を炒めたり調理したバターで作るグレービー、ボタージェスもまた強される。この一種である、アイセルコ、オランダ中部に位置する浅い湖のボターエニーク、はグレービーに酢を加える。 もう一つの夕食のオランダ料理は、パンネンーケンパンケーキ、の名前の派生元であり、ポッフェルチェ、小さいパンケーキや、スペックディック、スピークディック、ベーコン入りの北部のパンケーキ等の種類がある。ベンテルテフーフィエス、ベンテルティフヘイス、フレンチトーストも同様である。ケーキの一種であるブローダーは、主に西フリースラントにおいて、夕食で食される。季節により、 モッセレン、ムール貝は非常に人気であり、通常フリート、パターとパタット、フライドポテトを添えて供される。デザートには、フラー、バニラ、カスタードやヨーグルトを出すことが多い。地域の料理、ブロードパップは、古いパン、牛乳、バター及び砂糖で作るパン状である。ヒリスミルプディン、グリースミルプッティング、セモリナコのプディング、 グラトジスパップ、ハーグフーブラフ、ハングオップ、水切り、ヨーグルト、ヤンインデジャック、ヤンインデザック、反転のある犬を意味する、レーズン入り工房、パン、カルネミルク状、バターミルク麦状、ライスタブライ、ライスプディング、クレンヒブライ、ウォーターグルールとも呼ぶ等のプディングやカユもある。特別な日には、通常様々な種類のお菓子を食べる。子供が生まれると、 伝統的に若い両親は客にベスハートメットマウシェス、オランダの砂糖をまぶしたアニシードを乗せたラスクを振る舞う。オランダの祝祭、シンタクラース、聖、ニコラス祭、ミラノ・ニコラオスの生命日を祝うは12月5日であり、ミラノ・ニコラオスが子供の靴にプレゼントを入れるという祝祭である。この祝祭にオランダでは温かいチョコレートミルクを飲み、 スペキュラースのようなスパイス入りクッキーを食べる。この特別な歌詞は、ミラノ・ニコラオスの従者、ズワルト・ピートが配ると言われていい。ペーパーノート、シナモン、胡椒、クローブ、ナツメグを混ぜたスパイスで作る生姜ナッツのような、ビスケット、ボーテルレテル、バンケット、甘い、アーモンドペーストを焼き菓子に詰めて、文字の形にする、アルファベットチョコレート、マルチパン、ボルストプラート、 円盤型のフォンダン、および様々な種類のスパイス入りクッキー、タイタアイ、クラウドのお店、やバンケットスタッフ、バンクトストフも配られる。オランダのクリスマスは、典型的な家族の祝日である。伝統的に、家族で、ケルストストル、フルーツ、入りレーズンパンで、アーモンドペースト入りが多いのブランチを食べる。クリスマスディナーも、また家族行事であり、ローストポーク、ジビエ、 または、他のご馳走の肉が供される。もう一つの典型的なオランダのクリスマス料理の伝統はグルメであり、グルメセット小型フライパンのコンロ付きの小さなテーブルを囲んで座る。各自が小さなフライパンで様々な肉、魚、エビや細切れ野菜を料理し、サラダ、果物及びソースが添えられる。大晦日にはオランダの家からはオリーブオーレン、 アップルフラッペン、アップル、パイ、アップルベニエ、リンゴ、輪切りのフリッターを揚げる、高温の油の香りがする。酵母生地のボールは、くなし、または、果物の砂糖をつけ、刻んだリンゴ、レーズンやスルタナ入りで、粉砂糖を振って供される、大晦日のごちそうである。オランダ人は、オリーブオーレンを、アメリカ合衆国にも伝えたが、現在は、少々異なる形で、 ドーナッツとして知られている。リンブルフ州では大晦日に、のねぼっとが供され、ほとんどが祝祭中に食される。新年には、特に北部の州でを食べる習慣がある。誕生日には、アッペルトアルト、アップルパイ、ボケポーチェス、ボッケンポーチェス、おすやぎの足の意味、ボシセボル、ジッケコック、クリームケーキ、アーモンドペースト入り、クッキー、フロー人間ンンクック、 キンダーマンスティック、クレンティンウェッジ、デーズンパン、クラウドクック、リンブルフスフライ、ウーリービンコック、ペパーコック、ジンジャーブレッド、リッジュステコック、ライスケーキ、スペッククック、インドネシア、発祥、シュプリッツ、トンプース、トロンメルクック、トラーマルコック、ドラムケーキ、ビタークッキー、マカロン、ストロープワーフェルといった様々な種類のケーキとクッキーを食べる。 ポッフェルチェは小さく膨らんだパンケーキで、出来たての上にバターを溶かし、粉砂糖をかけて、特別な日に供される。これらは、牛乳、チョコレートミルクや、ヨーグルトドリンクなどの飲み物と、供供される。オランダのカフェテリアでは、どこでもポッフェルチェが販売され、オランダでは、ポッフェルチェ屋体、ポーハートジェスクラムと呼ばれる。ポッフェルチェは、夕食後のデザートや甘みの昼食として食される。 有名なオランダの菓子の一つは、サルミアッキのゾウテドロップ及び、リコリス菓子である。リコリス菓子、ドロップ、ドロップには、柔らかく甘いもの、柔らかい塩味、硬く甘いもの、硬い塩味の4種類がある。ドロップは、店や薬局で販売され、喉痛や胃痛への薬効がある。オランダのドロップは、様々な形状や食感のものが販売される。ドロップには甘いものや塩味、 または強い塩味がある。味付けには、ココナッツフォンダンイングルスドロップ、蜂蜜、ホーニングドロップ、ミント、マンドロップ、サルミアキ、サルミアクドロップ、ローリエ、ロリアードロップがある。典型的な形はひし形卵形、長方形、コイン型である。蜂蜜ドロップは蜂の姿も多い。車、オートドロップや家畜と、農機具、 ボーダーアイドロップとテーマ別の特産ドロップを作る工場もある。もう一つの有名なオランダの菓子は、ストロープワーフェル、ストロープはシロップの意味である。ワッフル焼き器で作ったワッフル生地を薄く2枚に切り、ニに薄いキャラメルシロップ、ストロープを挟む。砕いたヘーゼルナッツをストロープに混ぜたり、ワッフル生地にシナモンを加える場合もある。オランダの名物菓子の一つ。 フライは、酵母生地で作って、果物、リンゴ、アンズ、パイナップル、プラムやベリーのフィリングを詰めた菓子である。その他の材料には、カスタードやリバーブがある。ライスクリームを詰めたライスフライもまた作られる。さらに果物、ホイップクリームやチョコレートを飾ることもある。オランダ料理では、ワインの役割は控えめであり、ビール、主にラガーや強いアルコール飲料には、 多くのブランドがある。最も有名なオランダビールは西部のハイヌ県と東部のフロール州である。伝統的に北ブラバント州とリンブルフ州にはベルギーと異なり様々な種類のアルコール度数の強いビールがある。しかしながら20世紀に大手醸造所は多くの小規模醸造所を引き継いだり販売停止したブランドのライセンス供与を受けたりした。また上流所が有名な 様々なビターがある。強いリキュールには、ジェネーバ、ジント、ブランデベイン、ブランデー、また、白ワインで作る、アニシードで作るリキュール、オレンジブランデーの一種で、王室関連の祝祭で供される、アドボカート、ブランデベイン付けレーズン、ボレイのメイズヘイス、ブランデベイン付けアンズがある。オランダには独自のファストフードがあり、軽食店、スナックバーで販売している。オランダのファストフードは、 フライドポテト、パタートと呼ばれるソースと肉料理からなることが多い。フライドポテトにつける人気のソースはマヨネーズ。甘い低脂肪の代替品はフライチサウスと呼ばれるであるが、ケチャップ、香辛料入りケチャップ、ピーナッツソース、ヒカリリーに似た刻み野菜と香辛料のレディッシュもある。異なるソースの組み合わせのスペシャル、スペシャルとして、 有名なマヨネーズ香辛料入りケチャップと刻み玉ねぎ、オーローク、戦争の意味と呼ばれるマヨネーズとピーナッツソース、場合により刻み玉ねぎを添えて、フライドポテトが供される場合がある。全く新しく追加された、オランダのファストフードは、カプサロン、トコヤ、の意味はシャワルマ、または、ドネルケバブ、フライドポテト、サラダ、チーズ、および様々なソースからなる。この料理は、最初の、 パタータカップサロンが、ロッテルダムビトコヤの主人が注文した昼食であった、ため名付けられた。肉は、通常、揚げて調理する。これには、フリカンデル、皮、梨ひき肉ソーセージを揚げた料理やクロケット、肉のラグーにパン粉をまぶして揚げた料理がある。クロケットの、より小さく丸い料理、ビターバレン、ビターボーランは、軽食として、 店先や公式なレセプションでマスタードを添えて供される。地方の軽食には、北部と東部の卵とラグーの組み合わせ、ブラワンとボルストブローチェ、ブラビンツワーステンブルジャ、より一般には少し香辛料を加えたソーセージ肉をペーストに入れて焼いたソースリゼンブルジャ、イギリスのソーセージロールに似た料理がある。その他の軽食には、インドネシア由来のバーミーハップ、または、 バーミーセーフ、バミハップ、または、ミーゴレンを円盤型にして、パン粉をまぶし上げた料理、ナシバル、ナサブル、ナシゴレンを丸めて、パン粉をまぶしてあげた料理、およびカーススフレ、チーズ、スフレ、中に少しチーズを入れたパフペーストリー生地をあげた、ベジタリアンに人気の料理がある。ほとんどの肉料理は安価な肉を材料に、工場で作り冷凍して、軽食店に供給される。 フライドポテトは異なる温度で2度揚げする必要がある。多くの場合、フライドポテトは冷凍して供給され1回揚げる。軽食店では、例えば豚バラ肉薄切りをパン粉で揚げた料理のように店頭で調理する料理が注文されることがある。その他の種類のファストフードは魚料理である。これには、ハーリングがあり、市場で販売し、食される刻み玉ねぎと ピクルスが添えられることが多い。ニシンの尾を持って持ち上げ上を向いて食べるか、より上品にパンに乗せて食べる。他の魚の軽食は、キベリン、タラを一口大にぶつ切りして揚げた料理、デッカーベッケ、イギリスのフィッシュチップスに似ているが、香辛料で上品に調味して、衣がより天ぷらに似たタラの揚げ料理、うなぎの燻製、およびロルモップスがある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。